ナーセロッディンシャータバコ、ボイコット運動とは、シーア派のウラマーが中心となって、1891年に、イランで起こった反応性運動のことである。ガージャール・朝の君主ナーセロッディンシャーが、次々とヨーロッパ諸国に、経済的権益を付与していく過程で、イラン人の嗜好品であったタバコの独占的、販売権を、イギリス人に付与したことに原因があった。 イランで初めて起こった政治的運動であり、イラン人のアイデンティティの方がの契機となった運動である。1890年3月、ナーセロ・ディーン・シャーは、イギリスのメイジャー・ジェラルド・フランシスタル・ボットを呼び、首相のソールズベリー卿に、タバコの独占販売権を付与した。その内容は、今後50年間、イランのタバコの販売を独占する見返りに、イランに、 年間1500ポンドと総収益の4分の1を支払う内容であった。イランでは、タバコは嗜好品として愛好されているのみならず、後半の地域で栽培も行われていた。この利権供与は、イランのバーザール商人のみならず、タバコを生産している農家にとっても、死活的問題であった。当時のイランでは、タバコ産業に20万人以上が従事していた。 シャーによるイギリスへの経済的権益の供与は、イラン国民には伏せられていたが、この内容を、イスタンブールのペルシャ語日間紙、アフタルが報道したことにより、ハンガージャール朝の機運が、イラン国内に高まった。シーア派の裏マーたちによって、多くの抗議活動が組織された。シーラーズでのデモ活動で活躍したのが、ハッジミールザー・ハサン・シーラージーであった。 1891年にシーラージーは、有名なファトアー、タバコファトアーを発表した。その内容は、イギリス人にタバコを売る行為をやめるとともに、人々には、タバコの吸引をやめるように訴えた。この動きは、シーラーズのみならず、シュトテヘラン、タブリーズ、エスファハーン、ガズビーン、ケルマンシャーといった、主要都市に広がりを見せた。また、 ペルシャ湾岸の港町ブーシェフルで活動していたジャマール・ディーン・アフガーニーもまたイスラーム主義の立場から反王政のパンフレットを1891年に発行した。その角でアフガーニーはイスタンブールへ亡命することとなったがイスタンブールからガージャール・アサを批判する活動を展開し続けた。アフガーニーの運動に賛同したのは ペルシャ語日刊紙、アフタル紙の編集に携わっていたミールザー、アガーハーン・ケルマーニー、詩人のシャイフ・アフマドルヒー、ミールザー・ホセイン・ハーンといった面々であった。アフガーニーの活動は、スンナ派のカリフとシーア派の聖職者が一致団結してヨーロッパに対抗しようとするパンインスラーム主義の考えに基づいていた。イスタンブールにアフガーニーが赴いたのも、 当時のスルタンイコールカリフであるアブディルハミト二世の招きに応じたものであった。イラン国内の創造は約2年続き王族の中からもナンセロッディンシャーの経済運営に対し反対の運動が出始めるようになり、最終的にはタルボットが所有する潜培公社にイラン政府が50万ポンドを支払い、イランにおけるタバコの潜培特権は廃棄された。とはいえ、 この事件によって、イラン人のナショナリズムが台頭することとなった。また、タバコボイコット運動において、ハンガージャール朝の機運が高まったこともあったし、イラン情勢は一層不安定になっていた。その結果が、1896年のナーセロディーンの暗殺、1905年から始まるイラン立憲革命へとつながっていった。P27、ありがとうございます。